世紀の一戦に向け、準備に抜かりはないようだ。12月26日、東京・有明アリーナでボクシングの WBC ・ WBO 世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥、大橋と WBA ・ IBF 同級王者マーロン・タパレス、フィリピンによる4団体王座統一戦が開催される。動画、世界を震撼させた井上尚弥の衝撃 t k o をプレイバック無論。 タパレスにとって容易な相手でないことは確かだ。キャリア25戦無敗、22KO、と文字通り敵なしの会進撃を続ける日本の怪物は、まさに最強と言っても過言ではない。これまで以上に大きな壁となるのは明白である。ゆえに、31歳のフィリピン人ボクサーはモンスター退治に向けて、容易周到なトレーニングを進めているようだ。 海外ニュースを中心に配信しているフィリピンのニュースサイト、セブデイリーニュースは、タパレスがトレーニングキャンプの最終段階をフィリピン屈指のコーチに位置するバギオシで過ごすと報じている。今週初めに米国でのトレーニングキャンプを終えたタパレスの動向について同サイトは、バギオシの山中で行われるトレーニングキャンプで、彼は決戦に向けて重要な最終段階に入ろうとしている、と説明。 敵地で開催される統一戦への準備として、過酷な環境下でトレーニングをするとのこと。同メディアは、標高1540メートルもあるこの街は、アスリートの身体的コンディションを劇的に向上させることが証明されている、と強調。さらに、この地でトレーニングを好んだ最も人気のあるアスリートは、かつて8階級制覇を成し遂げ世界チャンピオンに輝いたマニにパッキャオ依頼になるだろう、と論じ。 モンスター撃破に向けてタパレスが並々ならぬ意欲を示していると言及している。タパレスは今年4月、米テキサス州サンアントニオのテックポートアリーナで行われたスーパーバンタム級タイトルマッチで、当時2団体統一王者だったムロジョン・アフマダリエフ、ウズベキスタンを判定、2-1で下し、新王者に君臨した。下馬評は大きく不利であった中、 カパレスはアフマダリエフよりも約100発多くのパンチを放ち、チャンピオンのリズムを乱した。予想以上の戦いを演じ、終盤はウズベキスタン人ボクサーの猛反撃を何とかしのぎ、番狂わせを決め、世界のボクシング関係者を大いに驚かせた。アフマダリエフにとっては、まさに悪夢と言えたタイトル戦。相当な覚悟を持って臨む31歳のサウスポーは、 今度は無敵を誇る日本人ボクサーを母国のファンが見守るリングで沈めることを狙っている。